山田新選手にお越しいただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。まだ額にも汗が光っておりますけれども、今のお気持ちはいかがでしょうか。そうですね、まあ最後 PK 外してしまったんで、こうそわそわしましたけど、しっかり孫さんが決めて、止めてくれて勝ててよかったかなと思います。ただ山田選手、途中では見事なトラップからの見事なシュート、そういったシーンもありました。そのご自身がシュートを決められた時を振り返ってみるといかがですか。そうですね、まあ、ユウさんからいいボール入ったんで、まあ、まずシュートを打とうっていうのは途中から入る時に決めてたので、まあ、こう優先シュートの優先順位を高く持ってたことがゴールにつながったかなと思います。今日はまた途中出場でしたけれども、監督からはどのような指示がありましたか。そうですね、まあ、まず守備のところでハードワークすることと、まあ、試合を決めてこいっていうふうに言われたんで、まあ、自分が絶対試合を決めてやるっていうふうにな思いで入りました。サポーターからの応援というものはどのようなものがありましたか。そうですね、まあ、今日も平日で青いにもかかわらず本当に多くのサポーターが来てくれてましたし、テレビで見てる多くの人の応援も届いてたんで、まあ、本当にその応援が後押しになってゴールを決めれたかなと思います。まだまだリーグ戦も続いていきますけれども、この後天皇杯準決勝決勝もあります。意気込みを教えてください。そうですね、まあ、ここ最近苦しいゲームが続いているので、ここからしっかり自分が引っ張って勝たせていけるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。山田新選手にお話をお聞きしました。ありがとうございました。